スタートしました。まずはアポロティアラ、いいスタートを切りました。クーベルチュール、しかし外からアマノチェリーラン、これを制して先手を奪いました。2番手集団固まっておりますが、最内からは湘南タレントがすっと単独2番手、片町ボタンとともに上がっていきます。アポロティアラ、クーベルチュール、さらに外からは金谷桜、さらにはピンクカミオも後位集団の一角。外からさあアストンマーチャン、抑えきれない感じで先団に取り付きます。連れて上がっていったダイワスカーレットです。ローブデコルテ、これを後ろから見るように、さあ3コーナーカーブしたところでウォッカが追走、中段馬群の外目、あとは下がりましたレインダンス、そしてその外からエミーズスマイル、ハギノルチェーレ、その2馬身後方ですが3頭固まっています。ベリーベリーナイス、さらにそのうちにいるのがフローラルカーブ、そしてそのうち1馬身差の位置には7番エクスキューズ、最後方追走ですが、さあ11番の西野チャーミー、もう西野チャーミーが追走しております。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点とかかります。残り800はすでに通過して4コーナーカーブです。先頭はアマノチェリーラン、アマノチェリーラン、リードは体半分、アストンマーちゃんが単独2番手の位置上がっています。ダイワスカーレットは3番手、そしてその後方6、7番手の位置に今ウォッカ、虎視眈々です。そして最内には湘南タレントが追走しております。片町ボタンも間から直線コースへ向かいました。先頭はアマノチェリーラン、アマノチェリーラン、外に持ち出していったダイワスカーレットとウォッカが足を伸ばしてくる。連れて間からは懸命にアストンマーちゃんも前に接近してくるが、さあダイワスカーレット、ウォッカ、アストンマーちゃん、この3頭の追い比べになっているが、ここで抜け出したのはダイワスカーレット、ダイワスカーレット、ウォッカは現在単独2番手、3番手に3番片町ボタンが上がってくるか。先頭は18番のダイワスカーレット、ダイワスカーレット、ゴーリンクラシック兄弟制覇、ダイワスカーレットです。そして2番手にウォッカ。